クルブアトレティコウラカンはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスパルケヘパトリシオス地区を本拠地とするサッカークラブである。1903年にチーム名をベルデ・エスペランサ、ワイヌンカ・ピーターデイという名前のチーム名にしてクラブを設立した。しかしメンバーが文房具店へチームのゴム印鑑を作るために行ったところ、そこの店主に短い名前にした方がいい。 そうしないとかなりでかいゴム印を作らなければならなくなると言われた。その時、メンバーの一人が文房具店のカレンダーに、エルウラカンという文字が書いてあるのを見て、ひらめき、それをチーム名にすることを仲間に提案したところ、了承されてチーム名がウラカンとなった。そして、1908年11月1日、正式なクラブ名をクルブアトレティコウラカンとした。 1973年にメトロポリターノで優勝し、プロ会以降、初優勝を飾る。監督はセサルメノッティであった。2007から08シーズンにプリメーラディビシオンに復帰した。ミゲル・アンヘル・カッパ監督に率いられた2009、クラウス・ウラではマリオ・ボラッティなどが印象的な活躍を見せ、最終節を前にして首位に立っていた。2CA。 ベレス・サルスフィールドとの直接対決となった最終節は引き分けでも優勝が決まる有利な状況にあったが引き分けが濃厚であった83分に決勝点を決められて敗れ勝ち点でベレスに逆転されて2位に終わった。裏勘の得点がオフサイドと判断されて無効となりベレスの決勝点の際にキーパーチャージがあった可能性があるなど試合を左右した主審の判定は 試合後も、物議を醸した。2011から12シーズンに再び、プリメーラビーナシオナルへ降格した。ウラカンの愛称は、エルグロボで、チームエンブレムも気球である。これは、アルゼンチンの航空業界の開拓者である、ホルヘニューベリーへの敬意を表して決まった。1909年、アルゼンチンで、ニューベリーが、エルウラカン、英訳すると、ハリケーンという名前の気球で、 気球飛行による当時の南米新記録を作った。それで、クラブウラカンは、ニューベリーにこの気球、エルウラカンのデザインをチームエンブレムとして使用させてもらえないかと頼んだ。すると、ニューベリーは快楽して、それによりエンブレムが気球となった。そして、チームの愛称もエルグロボになった。また、ウラカンにはロースクアメロスという愛称も持つ。これは、 ウラカンのスタジアムの近くにゴミ焼却場があるからで、ある。この愛称は、初期の頃、この焼却場からの煙が観客席に押し寄せてきて、試合を観戦する邪魔になり、観客が困ったというところから付けられた。ウラカンのユニフォームの白色と赤色は、ニューベリーが乗っていた気球の配色が白と赤だったので、そこからこの色に決まった。ウラカンの最大のライバルは、c a ん。 ロレンソであるマグロである。このクラシコはアルゼンチン国内でスーペルクラシコ、クラシコでアベジャネーダ、クラシコロサリオに続き4番目に関心を集めるダービーマッチである。アルゼンチン国内にウラカンという名称のクラブは50近くもある。しかし、当クラブが最初であると言われている。そのうち CA、ウラカン、CA ウラカン、CA ウラカンなどは名前のみならず、 ユニフォームのデザインまで、当クラブと同じ白色にしている。また、ペルーのアレキーパにある、クラブスポルティーボウラカンは、CA ウラカンに憧れて、名称を、ウラカンとした。アマチュア時代プロカゴ中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。